はい、1号先です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。石破政権なんですけど、早期解散を、まあ、発表していまして、まあ、公認非公認ですね。6人追加されていますが、まあ、裏金議員ね、まあ、やっぱり非公認になるとですね、やっぱりこのね、お金がね、全然違うんですよね、選挙。まあ、一応自民党として出るんで、応援に皆さん行かれたりとかいうふうなことはあると思うんですけど、やっぱり自費でやらなければいけないところがあるので、まあ、そこのところね、やっぱり非公認であっても私はいいと思うんですよ。まあ、いろんなリスナーさんの考え方はあると思うんですけど、それでも立ち上がってくるならそれでいいと思うしというところがあるんですけど、で今回、かなりボロが出てきて、三原淳子さんもやっぱりちょっとね、この人はちょっとっていう風にとある番組で言われてて、でそれを打ち消すような形をしてたんですけど、とある人がね言ってたんですけど、子ども政策担当なんですけど、まあ、お子さんいらっしゃらないんですよ、ね、お子さんいらっしゃらないから悪いってわけではないんですけど、やっぱり子どもを持ってる人と子どもを持ってない人の思いっていうのは違うんじゃないかなと私は思うんですけど、どうなんですかね。で、世田谷区、ね、当時の世田谷区の、ね、税金を滞納して差し押さえに千葉のね一軒家を差し押さえにあっていたっていうところで、親戚からお金をね、まあ、借りて、それはまたそれをね踏み倒しみたいなところもあって、なんかね、いろんな問題が出てきてるみたいなんですけど、うん、でちょっとこの彼女のね今後をですねちょっと占ってみたいと思います。選挙に出るからお金がないのよみたいな感じで言ってるみたいですけど、まあね、綺麗な方だしね、ね、私ちょっとあんまり知らないんですけど、昔ね、武田さんのね、金八先生でしたっけ、それになんかね出てヤンキーの役みたいな感じでねブレイクしたっていう風な感じが、あれ何でしたっけ、トシちゃんとか出たんですかね、ちょっと私もわからないんですけど、で結構ね、なんかちょっと匂うんですよね、匂うんですよ彼女匂うってなんだろうってなんかいい匂い、なんか壺になんか入ってそうな感じです。はい、ですね。はい。はい。過去ですね。ペンタクルスの4ということで、すごく、なんて、これ、こう、お金ですね。お金。お金に、こう、なんていうかな。固執するっていう風なカードなんですよね。うん。だから、随分とね、なんかやっぱり意味があるのかなっていうところを感じます。うん。なんかね、やっぱり、その今の地位を守り出すためにも生み出すためにも、なんか結構、絞っていろんなところにアピールしたりとかいうふうなところあったんじゃないかな。結構お金に固執するっていう、これ結構強く固執するっていうカードなんですよ。リバースで出てるので、すごい固執するって、結構強く固執するっていうふうなカードになっちゃってるんで、かなりひどかったんじゃないかなっていうところがあるんですよ。だからそのためにも結構お金を、しっかり貯めてというところとか、いろんなところにお金を回したりとかいうところもあったんじゃないかなと思います。で、現在の状態ですね。うん、相当の2っていうことで、これバランスを取ってるっていう風な感じのカードなんですね。で、その今の状態がすごく、これリバースなので、これ綱渡りしてますよね。綱渡りしてますけれども、すごいバランスが悪い。うん、なんかね、今のこと、例えば、政治家であれば、10年後だけを見てるわけではなくて、10年後、30年後、ね、100年後、まあ、100年後を見れるような政治家であれば一番ベストだと思うんですけど、彼女って、その時しのぎなんですよ。これ、このカードがね。
彼女がっていうわけじゃないけど、その場しのぎなんですよ。今をなんとか乗り越すとか、バランスを、今この状態でね、100年後って思えないじゃないですか。現在の状態をなんとか乗り越そうっていうことで精一杯みたいな、そんな感じのカードになるんですよね。うん。で、表面上の心理が、ワンドの7っていうことで、これリバースなんですね。もしこれが正位置だとしたら、彼女結構優位な立場なんですけど、なんか結構、締め上げられてるっていうか、攻撃的な状態、周り守りに入ってるっていうかね、攻撃を仕掛けるではなくて、とにかく今の状態を守ろうっていうので精一杯みたいな状態が出てきています。ちょっとね、周りにね、味方がいないみたいなところが出てきてますよね。はい。で、もっと深いね、深層心理ですね。ペンタクルスの6っていうことで、結構今苦しい状況ではあるんですけど、なんか彼女には、その、ギブアンドテイク、これギブアンドテイクのカードなんですよ。だから彼女にとって、やっぱりこう、なんていうかな、支援してくれる結構強い、なんかあるみたいです。絆みたいなものが。だから自分の中に、自分は守られてるんだっていう風な思いが、どっかあるんじゃないかなと思いますね。で、彼女の、それを支援するもの、妨害するもので、節制のカードっていうところで、なんか、すごく今の状態をバランスをとっていって、しっかりこう、今のこの状態をなんとか落ちないようにっていうか、うまく手回ししようとか、そういうところが出てきてるかなと思うんですよ。うまくこうね、いろんな人にね、声をかけたりとか、お金を使っていろんな行動を示したりとか、柔軟にこういろんな人にこう受け入れられるような状態にしていくとか、そうですね、とにかく周囲とのこううまく関係性を持つ、柔軟的に関係性を持つみたいなところが出てきて、それが選挙に勝てる方法なのかなと彼女の中ではすごく意識している状況ですね。彼女が置かれている環境をマジシャンのリバースっていうことで、片目ね、仮面をかぶってますねっていうところで、これリバースなのでちょっとね、やっぱりこうどうしてもね、計画的に解散自体がすごい早かったですよね。だから計画を立てることができなかったっていうところがあって、すごく情報不足みたいなところをうまくこう器用に乗り越えるような時間がないみたいな、ちょっと今忙しいっていうか、準備ができないみたいな、このトリックを作り出す計画するような時間がないみたいなところが出てきてるんですよね。今ね、鳥がこう入っちゃってますよね。鳥が入っちゃってるからね、それがうまく、抜け出せないような、状況なのかなっていうところを感じます。周囲の環境を、カップのページっていうところで、これはね、ちょっと個性的っていうかね、美しいとかね、魅力的みたいなね、そういう風なカードになりますね。周囲の環境は、うまくね、こうその彼女の魅力的な感じを、周囲にきちんとアピールしているっていう風なカードではないかなと思いますね。個性的な方法で、なんか若さとかね、これ若さの象徴、ユニークさの象徴、個性的な象徴とかね、
まあロマンティックだったりとかね、そうなんかちょっとおっさんたちには好かれるみたいなおっさんたちには好かれるっていう風なね、魅力的なものがね感じるんですよね。ね、もともとタレントさんですからねっていうところでね、女優さんですからねっていうところでね、うん、おっさんたちには好かれるよっていうねところ、環境、こうなんていうか、うまくこうなんか、うん、彼女のペース、環境を彼女のスカートでこうすくってうまく引き寄せてるっていう風な感じのカードですよね。はい。で、彼女の願望、または不安要素っていうところで、はい、これね、ワンドのクイーンですね。うん。なんかね、こう、いろんなものをね、こう、もっともっと大きく培っていきたいと、彼女の中では思っていると思いますね。うん、彼女の中ですごくこうね、培いたい、ね、育みたいとか、ね、守りたいとか、ね、うん。そういう風なところがねあるのかなと思います。もっともっと私は輝きたいとか、まあ、情熱的にもっと、きらびきたいとか、きらびきたい日本語じゃないけどね、まあ、本当にこう楽しくね、華やかに生きたいっていうところが彼女の中にすごい出てると思うんですね、願望の中にね。やっぱりね、女優さんだったってところがあって、やっぱりこうね、自分はクイーンでいたいっていうところがね、こう情熱的なクイーンでいたいみたいなところがね、どうしてもね出てきてるんですよね。うん、まあね、こう外交的にね、こう華やかにっていうところがね、すごい彼女のね願望として出てきてるんですね。うん、で、近い将来、ワンドのページっていうことで、うん、これリバースになっちゃってるんですね。これすごく、聖地だったらば若々しいね、スタート、うん、内閣のスタートにとってすごく彼女のアイデアとか、そういうところが生かされるっていう風なカードなんですけど、なんかね、まあすごくこうね、うまくね、歩み出せないとかね、なんかこう不安定であったりとか未熟であったりとか、なんかうまくね、こう正しい方向に持っていけないみたいなね、みんなのこうね、子供をねうまく育てるっていう風な方向には持っていけないなっていうところが、不安要素がすごく強くなってきてるんですよね。まあ消極的であったりとか、うん、まあなんかね、この意欲、子供をなんとかしたいっていうね、意欲がちょっとなかなか見えづらいなっていうところがあります。はい、最終結果ですね、ソードのページっていうことで、あ、これちょっとね、要注意カードっていう風なカードなんですね。すごくね、スパイカードと言われてて、ちぐはぐなね動きがあったりとか、いろいろ機密に行動したりとか、やっぱり彼女の周りに、そういう風な、情報を得ようとしたりとかいう風な人がいるんではないかなと思います。なんかね、こううまくね情報操作しようかなっていう風なところのカードになりますので、うん、厳しいのかなと思いますね。うん、まあね、まあうまくこうおじさんたちの心をつかんで、今すごくいい状態なんですよ。うん、環境がいい、環境がいい、それからもう自分華やかに生活したいっていうね意欲が強いので、あまり子供なんですよ、これ子供なんですよ、これはね、ちっちゃなカード、子供なんですね。子供をなんか育てるっていう、まあこれは子供を育てる、まあこれもね、子供を育てるとか花を育てたりというか、いう意欲だから、自分も華やかでいたいし、子供を育てたいっていう気持ち、何かを育ちあげたいっていう風な、カードではあるんですけど、彼女の未来に、なんかね、あまりこう子供に対する意欲みたいなところがないんですよね。あまりこう行動的な感じじゃないっていうか、なんか意欲的でないとかね、結局
いろんなことを調査するけれども行動に移せないとか、思案だけしてなかなか動かせないっていう風な、これがちょっとそういうカードになっちゃうんですよね。言ってることとやってることがちょっとちぐはぐみたいな、そんな感じのカードになるので、だからちょっと厳しいのかなっていうところもあります。まあでもおじさんたちにはすごい好かれてるよっていう風なカード、どうでしょうね、うまくね選挙を乗り越えられますかねっていうところもありますけど、ではちょっとアドバイスでちょっとね一個引いてみたいと思います。私の中ではちょっと厳しいのかなって、彼女に何ができるのかなっていうところもあるけどね、やっぱりね子供がいるやっぱり苦しい中で子供を育ててきた人と、やっぱり子供を産んでない人と子供を産んだ人とでは思いが違うんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりなんかねこう裕福な家庭で育った人と、やっぱり苦しい中からのね子供を育ててきた人とね、今ちょっと大変な状況になってるじゃないですか。やっぱり子供が生まれないっていうのはこれからね石破政権がでも続いたら派遣自体が難しくなってくると思うんですよ。今まで派遣とかでとか、なんか契約社員とかでアルバイト最低賃金に近いような状態でこき使われた青年で、同じ子供をねやっぱり産むにおいて経済力ってすごく大切で、600万以上の収入がある人っていうのはだいたい6割7割、20代で600万以上の収入がある人は6割7割結婚してるみたいなんですよ。ということはやっぱり収入があるないにで結婚できるできないが決まってくるっていうこと、やっぱりこの小ネズミ時代に、派遣業とかをこう、ね、不正規の、従業員若者をたくさん作ってしまったがゆえに今の少子化に歯止めが加速してしまったところもあると思うんですね。で今回やっぱりこう今回の内閣で、まあ、やっぱりこの派遣関係が厳しくなって1500円以上っていうふうになると、派遣関係が厳しくなってくるとやっぱり、派遣業が厳しくなるんじゃないかなっていうところがあるんですよ。小ネズミさんが当選してたら派遣業すごくどんどんね、バックにねあの人いますからね、なっていくと思ったんですけど、やっぱりその点はいい方向に行くのかなと思いますが、中小企業厳しくなるかなっていうところもあります。でやっぱりね子どもたちを育てていくにはやっぱりね子どもたちのねお金を一時的にお金を配るわけではなくて、やっぱり、どうやったら子どもたくさん産んでれるかとか、どうやったら学びたい子どもたちがどうやったら学べる安くなるかっていうところも、そしてね学校に大学に行けないからとか、やっぱりそのね親たちの老後とかも心配だしね、子供を産めないですよね、遺族年金も5年となりましたしね、そうなってくると産めないかなと思います。でこれ41番なんですけど、予期せぬ訪問者っていうところでリバースになっていますので、ちょっと不愉快な知らせがあなたを受け止めることができないから不愉快なのですっていうことで、一番あなたの一番望みかなわないことがあります。それは、最高善ではないからです。運命にもてあそばれているように喪失や落胆を経験することもあるでしょう。悪天候がボートを揺らすように変化を強いられるかもしれませんけれども、なんとか適応しましょう。嵐が過ぎ去って翌朝の空の美しさを想像しましょう。ありのままを受け入れることでもっと良い道が開けていきます。不測の事態を予測していれば衝撃を受けることもないのですっていうところで、結構ね石破内閣もうねボロが出始めてますけれども、そういうふうな覚悟を した上で戦っていけばある程度ね、ショックも少ないのかなっていうところもありますし、うまく出れば、それがいい方向にね当選とかありえると思うので、頑張っていただきたいなと思います。お子さんのね気持ち、本当にやっぱりこうね庶民の立場に立っ
で、いろんな声を聞いてみるっていうのはね、すごくやっぱり必要だと思うんですよ、政治家って。一般の人の一般の声、何が必要なのかっていうところで、できる政策っていうところを、紐出してね、実行していくこともすごく大切だと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。はい。なんだかわかんない日本語になりましたけど、ありがとうございます。余計な方、チャンネル登録お願いします。いつも見てくださる方、いいねボタンお願いします。ありがとうございました。